竹藤ダンサーズは1991年から2010年まで消費者金融業を運営していた大手企業竹藤のテレビ CM に出演していた女性ダンサー集団制作は中央選挙株式会社上里の家のシンクロナイズドラブでダンスをする CM で有名であったダンスの決めポーズ1990年シンクロナイズドラブの曲に合わせて 女性3人が白いレオタード姿で踊っているバージョンが放映される。1991年、竹藤の企業イメージ、CM として初登場。300人余りのオーディションから男女14人が選出された。当初の撮影はハットとジャケットで行われたが、当時の竹藤社長、竹井康夫の要望で竹井自ら購入したシルバーのレオタードの衣装でも撮影され。 最終的に採用された。当時のダンサーに支払われたギャラは30万円で、半年ごとに追加報酬もあった。シンクロナイズドラブに合わせて、レオタード姿の女性たちが踊る CM は一躍、話題となり、問い合わせも殺到した。なお、女性3人バージョンも、この時期並行されて放映されている。1998年にはメンバーを15人に増やし、新たに、 再構成し直した新バージョンが放送された。衣装も単なるレオタードから生地が薄く角度の際どい灰色のハイネックのハイレグレオタードに決定。当初はピンクのへそだし、ハイレグ水着やスリングショットなど過激な衣装案も存在し、撮影もされた。全バージョン以上の反響を呼び、様々なメディアで取り上げられることとなった。赤いマントを羽織った状態から始まり、 股間を強調しながら脱衣して、ハイレグ姿になるバージョン、ハイレグ姿から始まるバージョンがある。2001年、完全審判として新たに作り直された。オーディションを行って、精鋭のプロダンサー12名を採用、コスチュームや振付も一新し、CM そのものは好評であった。しかしながら、2003年に起きた、竹藤の不祥事により、会長の竹井が逮捕。 それを受けて、CM の放送自粛を余儀なくされる。その頃、愛知県稲沢市の小学校では4年生の総合学習で学ぶ踊りの音楽としてこの曲を取り上げていたが、事件発覚後に親からの講義を受け変更された。2005年、4度目の CM を制作。再度オーディションを行い8名の新メンバーを選出。振り付けも、 TRF のサムラによって全く新しいものになった。なお、この頃までにテレビにおいては消費者金融業の CM に関する規制が厳しくなっており、計画的な利用を意識させる演出でないと放送できないことから、この CM はテレビでの放映はなされず、劇場及びネット配信での公開となった。2010年9月28日、竹藤が東京地方裁判所に 会社構成法を申請し、受理され倒産。その影響を受けて、翌月10月5日、東欄の竹藤 CM の制作すべてを担当してきた、中央選挙株式会社が自己破産を申請した。これにより、竹藤ダンサーズは事実上解散した。その後、日本保証へ、竹藤事業が譲渡された2012年には新たに、ダンスの振付付きの CM が放送されていたが、 衣装や曲は別のものとなっており、竹藤ダンサーズとは別物となっている。CM の認知度上昇に従って、パロディやオマージュが多数作られている。ありがとうございます。